どうも、アキです。パープルアプリやっていきましょう。今回はこちらのバンプ高校セカンドブラッド狙い撃ち大ガチャを最大100連引いていきたいと思います。はい、というわけでまだキャストオフナイトメールを引き当てられていないので、ここで最大100連で狙っていきたいと思います。はい、この100連で出なければもう諦めようかなというところですね。はい、新彼女のマホちゃんについてもまだ解放が進んでいないので、まあここで進めばいいなというところです。行きましょう。ただマホちゃんに関しては限定ではなく通常のガチャに追加されているので、まあ焦らなくても今後ね、ゆっくり解放は狙っていけるキャラクターなのかなとは思っています。はい、でキャストオフ内藤に関してはもう引いた瞬間にプラス5になるぐらい PR、SR はあるので、まあ通常の SR ですね。はい、ここはもう SR 引くだけで OK です。はい、頼む。確率大アップしてるからね。2枚来た。これは暗転来るでしょ。うわ、違うんかい。しかもカンパチ SR は持ってなかったんかい、今まで。はい、いろいろ突っ込みどころがありますね、これは。うわ、 PR はめっちゃ出るんだけどな。安定しよう。うわい。おい、河本の PSR が被るって何事かね。30連目。なんかいろいろ面白いな。なんかいろいろ笑っちゃう結果だな、これは。はい、40連目頼むよ。そろそろ出ようぜ。うわ、一番渋い演出じゃん。まあ、これからも SR 出ることはもちろんあるんですけど、でも渋いやん演出が。お、 SR 以上確率アップだよな。はい、50連目よしよし。いや、そろそろ来い。そろそろ来い。終わりにしましょう。終わりにしましょう。2枚来たらさすがにあるだろ、どっちか。頼む。安定しない。来い。うわPSR シモン。いや、でもここまで PSR2 枚出てるっていうね。60年目本来であれば喜ぶべき結果なんですけど、てかこれ内藤の PSR 来ても多分解放かなり進められると思うんですよね。キャストオフ内藤 PSR やばない。70連目やばい。いや、そろそろマジで来い。マジで来いよ。来いよ。おい、え、やばいぞ。80連目え、これはもう笑い事にならん。頼むよ。うわ、やば。え、てか今考えるとあれか、これマホちゃんも今引けたわけですからね。はい、ここまで出てなかったと。やばい。90連目やばい。いや、 PR はめっちゃ出てる。え、頼むよ、ラスト。やばい。嘘やろ。嘘やろ。これやばくないっすか。いろいろやばいですよね、本当に。来い。もう泣きたい。泣きながら解放進めていきます。うわ、これはすげえ結果だな。逆に全部ぶっこんでやるよ、シモンも。もう一回来い、もう一回来い、もう一回来い、もう一回来い。え、あ、え、プラス4、もともとプラス3だったっけ。そうですよね。微妙にプラス5が見えてきた。い
やー、これはなかなか精神的に辛いっすね。こんだけ PSR とか SR 出しといて弾けない、キャストオフないと。こんだけで SRPR のストックあるんで、もう 100% プラス5になるんですよね。正直弾いた瞬間これは泣いた。で、そう、僕納金税の PSR がやばいんですよね。ここ2人プラス5で、もうここもプラス4プラス4っていう、将来的にもうプラス5なるかなというところでございます。はい、いやガチャをまあ引いてればこういうこともあるんすね。はい、ガチャどんどん引いてればこういう日もあるよというところでございますよ。いやまあでも、まあ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 、最近ね、有能 PSR かなり引いていたんで、まあ確率は収束するかなっていう。ただ PSR の確率は絶対昔と比べると上がった気がする。本当に初期の頃のパワープロと比べると、最近本当によく出るようになったなと、ここ1年ぐらい特に思いますね。はい、あ、ダメだ、もう思考停止してる今。完全に思考が停止されている。もうこの辺のどうでもいいキャラは正直こうやってぶっ込んでます。虹谷とかは、まあ、SR プラス5作ってという形にしているというところですね。はい、よっしゃ、エミリー行くぞ。これ普通に強いからな。よーし、オッケー、エミリー50見えてきたよ。ナイス。はい、エミリーの50が見えてきました。いやー、いい回ですね。エミリーが50に なるなんて、もうなんという素晴らしい回だ。いや、もう文句のつけようがないと言っておきましょう。いやー、泣けてくるなこれ。まあ元気出していきましょう、元気出していきましょう。人生明るく楽しく生きていきましょう。はい、ただ今回こんなチャンスもあるんだよと。暁守の50のチャンスもあるよ。 5% でね。パパー、いやー、なんでこんなキャラクターが被るかねー、 PSR で。いやー、これキャストオフ内藤の PSR 引いてたら相当喜んだと思います。まあ限定といっても今後も通常は出るんで、解放も狙っていきますし、まあ現段階でもプラス5 SRSR、そして PR もいっぱい持ってるんで、うわー、この PR の数、これ PR だけでもう SR プラス5作れるだろ多分。これは悲しいっすねー。あとはあれですね、真帆ちゃんがどれくらい進むかと、今回で。真帆ちゃん作りましょう、真帆ちゃんね。あら、ただ、あ、え、あった。真帆ちゃんの PR あった。全部ぶっ込もう。プラス4止まり。まあ、ここはでも、通常ガチャからね、はい、排出されるので、まあ、しばらく置いとこうかなと。しっかりプラス5作っていこうかなと思います。OK です。ということで、もう大爆死です。しばらくガチャ引きません。しばらくちょっとガチャ控えようかなと思った回でございました。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、というわけで秋ゲーム TV には爆死にも負けず、雨にも風にも負けず、今後も動画をたくさん配信していく予定でございます。爆死にも負けず頑張ってくれという方はぜひともチャンネル登録や高評価
よろしくお願いいたします。チャンネル登録もしてるよっていう方はね、いやこういう博士会があるから面白いんだぜという意味でね、ぜひとも高評価を押していっていただければ嬉しいです。ぜひ博士した際は高評価をよろしくお願いいたします。神池した時はもうそれだけで嬉しいんで、まあ面白いと思った時に高評価してくれれば嬉しいぐらいです。博士した時は心が死にそうです。アディオス。